ラジオです。少しだけねやろうと思ってつけました。こんばんは。こんばんは。今日そっか、30日か。今日はフンボルトペンギンダッシュの28歳の誕生日ですだって。誕生日なの？おめでとう。明日で3月も最後。確かに信じられない。明日はすずちゃんが32歳になります。すずちゃん、よく覚えてるね。すごい。お腹いっぱい。ツイキャスで山田さんが言ってた。山田さん可愛いよね。ペンギンの28歳って人間だとどれぐらいなんだろう。調べてみる。ペンギン28歳、ペンギン年齢、人間、なんかあるよ。ペンギンわからない。チンパンジーとか出てきた。15歳で人間でいうとおばあちゃんくらいである一方、3歳人間の年齢で考えると中学生ぐらい。すごいじゃん、ダッシュね。え、こんばんは。こんばんは。ね、すごいあれなんだろうね、年齢が上なんだろうね。ダッシュ。こんばんは。ふわふわ。
すごいなんかラジオって新鮮だね。なんか話そうと思って忘れたんだった。思い出した。花粉症は大丈夫ですか？だって。なんとか。待って、顔見えてないよ顔見えてないのよ。みんな何してたの？仕事か何してたの？仕事ですよね。あ、そうだ、あ、でもこれ言ったかお昼の配信でね。なんかさ、私今日寝れなかったんだよね。旅行いいね。テレビ見ながらうとうと。おやすみ。仕事をした後マッサージに行きましたっていいじゃん。今日はお買い物とか。どこ行ったの？酔っ払いちょっと風呂で溺れてくる。おー、やめろやめろ。何時に寝れたの？6時過ぎですね。てかさ、明日で青も卒業だよ。なんかさ、マジ1ヶ月早くない？私だって卒業して1ヶ月になるんだよ。早っ。青いね。あっという間に、あっという間にか、あの春ですよ。ほんと1ヶ月早すぎて、ね、なんかいろいろあった1ヶ月。あっという間に過ぎてしまう感じ。そうね、あっという間に過ぎてしまう感じですね。ね、ちょっと待ってね。今日はなんかすごい勉強になった一日だったな。ちかなちゃんの最後の生写真届きましたね。なんか届いてるみたいで。そうで、提出しなくていいんだもん。写真とか毎回さ考えるのさ大変
大変だったな。でもずっとソロ公演の衣装だったから、みんなソロ公演の衣装はコンプできたかな。やばい、バグった。え、あー、びっくりした。コンプしました。うん、ありがとう。そう、何撮るかね、毎回考えてたんですよね。あー、やばい、締め切りが近いとかさ。懐かしいわ。こんばんは。私何分から配信してるんだろう。38分。もうちょっとで15分ぐらい経つ。ということで、今日長野県の テレビを見ていた方、タイミングが良くてこう見ていた方なら知ってる方いるかもしれないんですけど、明日テレビ新州さんの夕方ゲットという番組に ちょこっとお邪魔させていただきますっていうお知らせでした。まさかあんな素敵な、ね、夕方ゲットですよ。これは長野に住んでて知らない方はいらっしゃらないぐらい本当に素晴らしい番組に出演させていただきます。っていうのを知らせいたしましたそう、優雅ターゲットです
です。っていうお知らせをちょっとツイートして終わりにしたいと思います。今日こそ早く寝てください。いやーちょっとね、やらなきゃいけないことがあるんですよ。また朝になっちゃうの。ほんとそれな。Okay. ツイートいたしました。頑張るね。ありがとう。無理できるときは無理してもいいけど、休めるときは休んでくださいな。ありがとう。ありがとうございます。ちょっとこれをマネージャーに送って、よいしょ、頑張る。びっくりだよ、あの夕方ゲットに出られるなんて思ってもいませんでした。ということで、ちょっと本当にゆるーい配信だったんですけど、来てくれてありがとうございました。団地を読みます。13位かわちゃんさん、13位かわちゃんさん、12位パンダのテオさん、12位パンダのテオさん、11位ゆうさん、11位ゆうさん、10位梅ちゃんのさん、10位梅ちゃんのさん、9位ナチュラルさん、9位ナチュラルさん、8位さやっちょさん、8位さやっちょさん、7位アルルさん、7位アルルさん、6位キクマルさん、6位キクマルさん、5位グッピーさん、5位グッピーさん、4位ハブトゥーセーブさん、4位ハブトゥーセーブさん、3位タッチンさん、3位タッチンさん、2位ナリスタさん、2位ナリスタさん、1位カブさん、1位カブさん、ありがとうございます。ということで、おやすみなさい皆さん。明日朝配信しようかな。おやすみみんな、またね、また合間ショールーム、バイバーイ、またねー。